こんにちは。今日はビタミン C についてお話をしたいと思います。まずビタミン C って言ったら思い浮かべるのは美白のことですね。美白と毛穴のケアかな。くすみのあるお肌にいいとされてます。でサプリメントとしてはビタミン C のサプリメントもありますし、化粧品もいろんなところからビタミン C の美容液とかが出てるんですけども、私はいろんなビタミン C の美容液を使ったものの中で、私が一番今まで使ったものの中で一番いいかなって思っているものはこちらのクレアス。クレアスから出たビタミンドロップ、これが一番今まで良かったです。いろんな種類がありますけど、これが一番良かったんですね。こちらはもう何本もリピートして使っているものなんです。で、こちらはいつ使うかというと、洗顔した後に化粧水で顔を整えた後に、その後美容液として使ってください。今ちょうど化粧水を塗った後なので、ちょっと使ってみたいと思います。こういう感じになってスポイド式になってますね。こちらのスポイドをにとって、私はもう直接こういう感じで塗ります。毎回塗るたんびに感じることなんですけども、ほんわり温かみを感じます。少し濃度が高いということを実感してます。首まで塗ってくださいね。それともう少しビタミン C を効果的に、使ってほしい方は、ビタミン C もサプリメントも同じなんですけども、ビタミン C とビタミン E を一緒に摂ることによって抗酸化作用が強くなるので、シナジー効果が得られるんですね。なのでビタミン C のこちらのクレアスのビタミンドロップを使って、こちらのクレアスの会社から出しているビタミン E のクリームがあるんですよ。私はそちらも一緒に塗ってますですね。ビタミン C と E はすごく抗老化作用って言ったらビタミン C と E のことです。でお肌がちょっと使っててピリピリするっていう方もいらっしゃいますけども、それはその時のお肌の調子にもよりますね。例えば乾燥しすぎちゃってお肌の調子が良くない、そういう時はピリピリ感を感じますし、でもしかしたら考えられるのはコットンで拭き取り化粧水あるじゃないですか。そういう拭き取り化粧水を使った後にこちらのビタミン C を使うとピリピリ感があります。ピリピリしますという方は他のクリームとかを混ぜて一緒に使ってみたり、それでもピリピリしますという方はちょっとしばらく休んでそれから使うようにしてください。それとピーリングを一緒に使ってますという方はピーリングをしてる日はこちらのビタミン C はできるだけ使うのを避けて交互に使ってほしいですね。それとこちらのビタミン C は2種類があります。純粋ビタミンと誘導体ビタミン、こちらの2種類がありますけども、こちらはどちらかというと純粋ビタミンの仲間に入ってますね。で純粋ビタミンと誘導体のビタミンの違いとしては、純粋ビタミンは効果が
誘導体より得られると思うんです。私の個人的な意見ですよ。誘導体のものよりちょっと効能があって高くて、その代わり変色しやすいんですよ。なので昼間使って、あ、表に出ると必ず日焼け止めを塗ることを忘れないようにしてください。でもう一つ、誘導体のビタミンは純粋ビタミンより安定して作られてますので、変色しにくいんですね。でそういう点ではすごくいいかなと思うんですけども、先ほど言ったように純粋ビタミンよりはちょっと効果が衰えるかなって私の個人的な意見です。それと先もピリピリという肌のことなんですけども、お肌のpHが保ててなければ、例えばお肌は酸性から弱アルカリ性のお肌の状態になるんですけども、大体 4.5 から 5.5 の間のお肌の pH でしたらちょうどいい状態なんですね。それが 5.5 以上になると酸性になるので、弱酸性になるので、お肌は良くない。あとは 4.5 以下になると弱アルカリ性になりやすいので、主に脂性肌のオイリー肌の人たちが、どちらかというと弱アルカリ性の肌になりますし、ドライ肌の方がだいたい 5.5 以上の方がドライ肌の方ですね。で女性より男性の方が弱アルカリ性が多いかと思います。クリアスのビタミンドロップいかがでしたでしょうか。今日はビタミンドロップについてお話をしました。それでは次回までまたお会いしましょう。何かご質問などございましたらコメント欄にコメントを書いてくださればできるだけお返事をしますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。